さあどうでしょうか。15来たこれ、ウォーズ。はいどうも、しめじです。仮面ライダーシティウォーズやっていきたいと思います。てなわけでタイムバトルイベントが終わりましてですね、まあきつかったですね。まあ私特攻持ってなかったんですけれども、みんなあれかな、まあ自粛でね家にいるっていうことでめっちゃ走ってましたよね。いつもだったらギリギリまでそんな走るなんてことはなかったんですけども、前の晩に1700位ぐらいだったんで、まあこれでいけるだろうと思って寝て起きたらやばいやばい、2100位ぐらいまで落ちてですね、本当にもうギリギリまで走っておりました。でまあなんとか覚醒解放の方も、まあ2日前終了2日前ぐらいに取ることができまして、ロッドフォーム3枚目となりました。これで電王が強くなってくれました。ありがとうございます。本当にマルチでね一緒になって方ありがとうございます。でですね、私タイムバトルイベントなんとか、なんとか1231位だったんですね。最後ちょっと、ビビって走りすぎましたけれども、1231位だったので、まあ2000以内のランカーガシャチケット BC 必殺はそれぞれ1枚ずついただくことができました。でまあ新しいイベントなんですけども、まあ前回もねなんか山山さんが言ってましたけども、まあ新型コロナウイルスこれですねの、影響によってですね、まあ運営さんの方もいろいろ大変だと思います。運営さんの健康第1位ですので、まあ、こういった形で今回は特別リバイバルイベントでございます。大いなる力は銀河を超える宇宙最強のランキングバトルリバイバルでございますけれども、まあ今回は、リバイバルイベントということで覚醒解放はないみたいですね。で達成報酬まあいろいろありまして、エボルですね、これがいろいろもらえるという感じでございます。まあ、ランキングです。ボーナスライダーがエボル、ウォーズ、フォーゼ、この3人で、まあ敵の属性がソウル、テクニックなので、まあテクニックでいくかなという感じですね。まあ、ウォーズも僕エボルも弱っちいのでまあ、フォーゼで行くのかなと、どうするのかな、結局揉めすらかなみたいな感じですけども、まあ、一応ランキングイベントなんですけれども、まあ、ゆっくり走ろうかなというところですね。でそれに伴ってイベントガシャも始まっております。エボルの星 5BC とウォズの星 5BC TRK 月を封入でございます。ここからは私の仕事だ、バーニングサンエクスプロージョンですね。これが、ブーストチェンジ銀河ファイナリーです。バーニングサンエクスプロージョン威力3325%、クールタイム18秒、ドロップ特攻、とどめ特攻、 TRK 特攻持ちです。そして、最終章の始まりだ、レディゴーブラックホールフィニッシュでございます。僕ねこれね違うバージョンの持ってるんですけど、ブーストチェンジブラックホールフォームですね、ブラックホールフォームフィニッシュ、生成の方です。ドロップ特攻、とどめ特攻持ちでございます。で覚醒解放はまあやっぱりないという感じですね。まあなのでどうしようかなと思います。せっかくね運営さんがね頑張って、リバイバルのイベントをね作ってくださったので、やっぱりまあ引いといた方がいいんじゃないかなとは思いますけれども一応石が642個ございますので、まあ、20連は引けるんで、まあ、とりあえずねランカーガシャチケットをいただきましてね、はい、まあ、どうしようかなっていう感じですよね。メダルガシャの方も今658個溜まってるので、まあ、500枚が1回引けるのかな。で次の、5月8日の2時59分までなので、まあ、次で終わっちゃうんで、あと1回500が引けるかどうかっていう感じですね。200でとどめちゃうかもしれないんですけれども、まあこれ1回引いてチケットもそれぞれ引かしていただいて、イベントガシャ引く？どうする？みんなスルーするかな。でもこういう時こそ運営さんを応援してあげないと。でもまあ課金してないから結局一緒だよね。どうするかな。今気になってるのがやっぱりフェスをもうちょっと引きたいなっていうのがあるんですけども、ちょっと考えますね。はい、それでは、決まりましたどうでもいいんですけども、まあ20連引けるっていうことで、まあイベントガシャとフェス、10連ずつ、そして、チケット、そしてメダルガシャ全部引くっていうね、実に中途半端な、結論を出しましたなので、まあ、順番に引いていきたいと思います。まあ、ゲイツマジェスティが、来るんじゃないかなっていうのもありますけれども、まあ、このね、まあ、自粛の、先の見えない感じありますけれども、いつ実装されるか分かりませんけども、ゲイツマジェスティは私見ました。
どうでしょうね。まあまあ、ジオウのいつものなんかこうぶっ飛んだ感じがね、確かに面白かったです。僕の個人的にはもうオーラーちゃんの、女子高生姿が見れてもうそれで十分かなっていう感じはあります。アクセルとかバースとかね、カイザとか、みんな出てきてくれて楽しかったですけど、まあオーラちゃんの女子高生、制服姿ですね、これがあんまり言うとやばいんでやめときますけども、それではまあイベント会社から、順番に引いていきたいと思います。よろしくお願いします。まあどっちもウォズもエボールも持ってないっちゃ持ってないカードなんで、まあ、どちらでもいいですね。当たって嬉しい感じですね。はい、それでは行きましょう。特別枠付き10連ガシャ行きます。よろしくお願いします。はい、さあ行きましょう。ビルドのマークかジオーのマークが光れば俺の勝ち。せーので、コッコー。さあどうでしょうか。ジオー来た。これウォズ、ウォズですね。これね、完全にこれは光るでしょう。完全に。あれ、こんなん多くないですか。最近こんなん多いですよね。なんか光ったはいいけどみたいな。ちょっとどっかに隠れててくれたりとかはない、ないですね。これね、ないですね。これ、これはないね。これは来た。メテオか。いやまあ、ウォーズの必殺技の星4が来たんですね。はい。バナナアームズ。まあね、まあ、せっかく開いてくださった、リバイバルイベントなんで引かせていただきましたけどもねえ、ちょっと最近多いですよね。なんか特攻のライダーの、マークには光ったはいいけどみたいなのが多いんで、ちょっとあれなんですけども、まあ気持ちを切り替えて、引いていきたいと思います。こちらのパート2の方のフェスですね。この間この、20連引いてメタルクラスターホッパー、こちらを当てさせていただいて01がちょっと強くなったんですけれども、今回も当てていきたいです。よろしくお願いします。特別枠付き10連ガシャフェスお願いします。まあ何が光ったら嬉しいかってやっぱりクーガですよね。というわけで、クーガのマークが光れば俺の勝ち。よろしくお願いします。ここ、頼む。ダブル、この間ダブルに光ってダメだったんじゃなかったっけ。ちょっと待って、ちょっと待って、あー、ダメだ、なんかダメだ、なんかダメだ。あー、エターナルの必殺技、あ、なんかダメだこれ。おー、来たー。やった、これでワイズが強くなる。これでやっとワイズが強くなるよ。見つけようぜ、キワ、ニハラ、俺たちの答えを、俺たちの力で。ブラスター BC 来た、これ。あーよかった、あーよかった、本当に超絶爆死かと思ったけど、あーよかった、これでね、本当に、何回も同じこと言いますけど、ファイズが強くなります。あー嬉しい、よかった、ありがとうございます。まあね、まあそんなわけでイベントの方はですね、ゆっくり覚醒解放もありませんし、ゆっくりねメダルをそこそこ集めながら、走っていきたいと思いますので、マルチでご一緒した方はよろしくお願いします。で、今日がちょっといつもとずれてですね、今日木曜日に、イベントが終わりまして、メンテナンスが入って、ね、まだイベント新しいのがリバイバルイベントが始まっておりませんので、いつも木曜日の夜にライブをやっていたんですけれども、今日はなしでございます。明日の金曜日の夜にね、またあのリバイバルのイベントをね、まあ、あのだらだらね雑談しながら皆さんと楽しんでいきたいなと思っております。それでは、メダルガチャいきましょうか。メダルガチャの、500枚いきたいと思います。絶対当たるシリーズで、今日は締めくくりたいと思います。ではいきましょう。よろしくお願いします。1回メダル、せーの、何のマークが来るかな。ここなんだろうな。あ、ビルド、ビルドって言った時もエグゼイドビルドとか本当に多いからね、ライダーが何が来るかな、わかんないよね。で、あー、グリスだ。ん、グリス進化を燃やしてぶっ潰す、スクラップフィニッシュ。うん、いいと思う。必殺技何枚か持ってたけど、どんな感じだったっけな。全必殺になるのかな。ブリザードとか欲しいな。はい、チャッチャッチャッと、やっていきましょう。ラストは、ランカーガシャ必殺 BC を1枚ずつ引いていきたいと思います。お願いします。どっちからいこうかな。必殺技からいきましょう。いや本当にみんな今回めっちゃ走ってましたよね。びっくりしたわ、やばいと思って、やばいっつって走りすぎましたけどね。
山田さんはもうなんか諦めておりましたけど、なんとか覚醒解放をギリギリ取って終わっておりましたね。はい、ではランカーガシャ必殺技よろしくお願いします。1回ガシャル。それでは行きたいと思います。何が来るかな。ここあ、ウィザード。必殺技、いや必殺技か、ウィザードの必殺技か。ビーストとかどうですか。はい、ビースト来た。これいやいやいや、ウィザードの必殺技持ってるんでやばいと思ったんですけど、ありがとうございます。ストライクビーストゴッツァン。いや本当にビーストも全然持ってないんで、何にも持ってないんで、ありがたく、頂戴いたします。必殺技ありがとうございます。さあそれでは、楽しい時間もここまででございます。ラスト BC ランカーガシャを引いていきたいと思います。1回ガシャル。はい、いくぞ。何が来るかな、何のマークに光るかな。でのここ、さあ何だ。デオー、あ、デオー、ちょっと待って、ロッドはいらない、ロッドはいらないぞ、ロッドはいらないよ。何があるかわかんないけど、あはロッドだ。今回の覚醒解放を取って僕ロッドフォームが3枚になりました、イエーイって冒頭に言いましたよね俺。ロッドフォーム3枚目となりました。これで電王が強くなってくれました。ありがとうございます。あー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 あああ、しかもこれ覚醒しないやつでしょ。いやーこれは どうする、これは何なんだ、強いのかこれ。悪いけど僕は逃がせないよ。ソリッドアタック、一応つけると思います。あ、どう、わかんないです。もうなんか飾っときます。はい。こんなオチがつくとは思っておりませんでしたけれども、ロッドホーム4枚目でございます。覚醒解放じゃないやつが、来てくれました。まあというわけでですね、まあリバイバルイベントになりますけれども、まあ皆さんね、楽しく、走っていきましょう。運営さんもね、本当に大変だと思いますけれども、またね、まあ、本当に、まあ、先ほども言ったように先が見えない状態ですのでね、皆さんも自粛などで、まあ、しんどいなと思ってるかもしれませんけども、まあ、ゲームしたり勉強したりゲームしたりしてね、楽しくって言ったら不謹慎かもしれないですけどね、まあ、もう本当にめいっちゃわないように、あんまり悩みすぎてもね辛いですので、自分にできることですね、人にうつさないように、手洗いうがい、そして、外に出るときはマスクして、そして、家にいるときはゲームして勉強もしてということで、気をつけて楽しく遊びましょう。というわけで、なんかよくわかりませんけれども、ロッドホームが4枚目来たなっていうことだけで覚えてますけど。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。先ほども言ったように今日は、シティウォーズのライブはございませんけれども、何回やると思いますので、よかったら遊びに来てください。明日またシティウォーズライブでお会いいたしましょう。しめじでした。バイバイ。